国際平和会議が東京で開かれる年であった。だがその年、空や海の事故が相次いだ。しかもその原因は用として不明であった。この図で分かる通り、今年に入って起こった空や海の事故は、すべて国際平和会議に出席する各国の代表の乗った船や航空機なのです。ということはムシャラ、今度東京で開かれる国際平和会議を妨害しようとする奴ら。ウィー、パリの本部でも、事態を重要に考え、私を日本に派遣したのです。全世界の全ての国の代表が集まるっていうのに、一体どこの国だ。隠れてこそこそ妨害しようとしている卑怯な国は。待ってください、それは地球上の国とは限りません。それでは地球の平和を妨害しようとする別の星の宇宙人。その頃、国道1号線を狂ったように走る1台の車があった。東京で老人と子供を引き殺してそのまま逃げた車である。さあ、感動へ入って逃げる気だな。本当なんです。確かに見えない壁か何か。ムシュー村松、これは例の今全世界で起きている事件と関係あるかもしれません。というと？今までにパリの本部へ来た資料によれば、沈められた船も墜落した航空機も全て何か壁みたいなものに衝突したと考えるより他にないのです。見えない壁か。あそこは昨夜の事故現場だ。よし、旅行しよう。はい。あれ？どうした？故障か？おかしいんです。エンジンには異常はないのに、進みません。何？まるで前に壁か何かあるみたいに。危ない。車は早く。はい。ロケットだ。見えないロケットだ。村松から本部、村松から本部、見えないロケットに注意せよ。東京上空を警戒せよ。慌てて出てきたけどよ、見えねえロケットなんて探せっこねえじゃねえか。うるさいな、ちょっと黙っててよ。あなた科学特捜隊の隊員でしょ。電波探知機のことぐらい覚えときなさいよ。閉めた。北北東13キロ。よし。あれ？見えないロケットだ。
南へ2キロ、東南へ 1.5 キロ、あ、西へ5キロ。ダメじゃない、そんなに外れちゃ。北西へ1キロ。井出くん、しっかりしてよ。いやねえ、畜生。見えねえってのは尺だな。逃げたわ。畜生、あと少しだったのに。見えないロケット、一体どこの星か。よく見ろ、自転車の車輪には何本という金属の矢がついている。しかしこうして早く回せば回すほど見えなくなる。ものすごいスピードで動くものは我々人間の目には捉えにくくなる。そうか、あのロケットはものすごい力で振動してるっていうわけか。うん。それともう一つ、この円盤には見る通りこんなにたくさんの色がついている。しかしこうして早く回せば回すほど、ほら、すべての色は消えて灰色一色のように見えると。そうか、すると見えないロケットを見破るには、くそしかし問題は、あのロケットがどこの星から来たかだ。ありがとう。ここに置いとくわね。では出発する。1号機にはスペクトルアルファ線とスペクトルベータ線、2号機にはスペクトルガンマ線がそれぞれ積み込まれている。で、おい、井出。井出さん。何ですか。何ですかじゃない。これから出発だという時に何を寝かけとるんだ。すいません、ゆうべ徹夜したもんでつい。本気のやつだ。お前から一応3つの新兵器について説明してくれ。はい、では説明します。スペクトルアルファ線は光の屈折を自由に変えることのできるものです。スペクトルベータ線は光の色彩吸収力を破壊するもの。そしてスペクトルガンマ線は光の反射角度にある制限を加えるものです。よし、スペクトルアルファ線発射。スペクトルベータ線発射。見えないロケットが見えた。攻撃開始。やつら逃げるぞ。
ジャミラ。なんだってジャミラ、お前は。夜に入ってからも科学特捜隊の探索は続けられた。この美しい星空だっていうのに一体どの星から来たのかしら。どうして国際平和会議を妨害しようとするのかしら。ムッシュアラン、さっきあなたは確かあの怪獣を見たときジャミラと言いましたね。ジャミラとは一体何なんです。ああ、ムッシュ村松、パリの本部で予測していた最悪の事態になりました。というと、ムッシュアラン、もうここまで来たんです。あいつの正体を教えてください。諸君、あれは怪獣ではありません。あれは、いや彼は、我々と同じ人間なのです。それはアメリカ、ソ連を中心に世界各国で宇宙競争が行われている頃であった。ある国で打ち上げられた人間衛星がついに帰ってこないという事件が起きた。その宇宙飛行士の名前がジャミラだったのである。しかし科学のため人間を犠牲にしたことがわかると大変だ。その国はジャミラの乗った人間衛星の失敗を全世界にひた隠しに隠してきたのである。そうか。そしてそのジャミラの乗ったロケットは宇宙を漂流しているうちにどっかの星に流れ着いた。しかしその星には地球のような水も空気もない。だがジャミラはどうにかして生き延びた。しかしその星の異常な気候風土の中で生きているうちにあんな姿に変わってしまったというわけか。そうです。おそらく彼は何十年かかって自分の乗ってきたロケットを作り変えたのでしょう。そして地球へ帰ってきたのです。地球の全人類に対する恨みと呪いの心だけを持って。俺やめた。どうしたんだイデ。俺やめた。ジャミラと戦うのはやめた。何を言ってるんだ。話せよ話せよ。よく考えてみりゃジャミラは俺たちの先輩じゃないか。その人と戦えるか。しかしな、おい嵐、俺たちだってな、俺たちだってな、いつジャミラと同じ運命になるか知らないんだぞ。誰がするんだ。くそ、俺がこんなものを考え出さなきゃよかったんだ。そうすりゃジャミラ。諸君、改めて科学特捜隊パリ本部からの命令を伝える。ジャミラの正体を明かすことなく秘密裏に葬り去れ。宇宙から来た一匹の怪獣として葬り去れ。
それが国際平和会議を成功させるただ一つの道だ。ヒデさん。ヒデ、お前の気持ちはわかる。だがジャミラは今や人類の敵になってしまってるんだ。な。バッカ野郎！何とも感じない。星に育ったジャミラは火には強かった。化学特捜隊によって放射砲が据え付けられ、人工降雨弾が装填された。
ジャミラ、許してくれ。だけどいいだろう。こうして地球の土になれるんだから。お前のふるさと、地球の土だよ。その日、国際平和会議は盛大に幕を開いた。そして科学特捜隊の手によって建てられた墓碑銘はこう読めた。人類の夢と科学の発展のために死んだ戦士の魂、ここに眠る。文句だけは美しいけれど。秀！秀！秀！